チャンネル登録お願いします。通天閣がね、9日今日からやね、臨時休業発表、涙の発表ということでね、これ破産次郎が撮ったのと同じ写真やね、同じ角度の写真やね。緊急事態宣言から一夜明け、閑散とする新世界に灯る通天閣、18時36分。ここでね、次郎も写真撮ったやね、そんな次郎やね。ということで、なんかお客さん減ったのに頑張ってはったんやね、通天閣は。けどなんか3月6割減入場者、普通この春花見のシーズンは3000人を下回ったことはなかったが、緊急事態宣言から一夜明けた8日昨日やね、ついに30人まで激減した。10分の1、100分の1や、ね、1% しか来てん、ほんまに。なんかで、お土産の割引セールはまだするらしいね。夜間ライトアップと支援セール、なんじゃこれ。支援セールっていうのはなんかあれやね、なんかお土産、残り物のね、売れへんお土産をあれするらしいですわ。っていうことで、通天閣次郎も、破産次郎も、通天閣も、もう休業やいうことで、えらいことで、ね、早く落ち着くこと、落ち着く？早くまた、ね、元に戻ることをお祈りいたします。ほんまに、はい、以上です。チャンネル登録お願いします。